かといってインサイド弱いかというとそうでもないんですよね、そうなんですよね、決して左奥にするということもありません。おっとこれは手首のあたりでしょうか、角中、しかしすぐに起き上がりました。ただちょっと心配です。西村監督がすぐに駆け寄ります。左のね、はい、手首なんでしょうけどね。ただどうでしょうね、表情を見る限りはちょっとは時間かかるでしょう、はい、まあ、かなり痛いのは痛いんですよ、で痺れる状態に、はい、なってると思うんですが、まあ10分くらいすれば忘れるんじゃないでしょうかね、骨に行ってないから良かったですね。そうですね、はい、まあ、何せこの好調な状態だけにマリンズファンとしてはヒヤッとしましたが、すぐに一塁へ向かいました角中です。2アウトランナー満塁。